はい、こんにちは、横浜マークトです。今回は、今日、まあもう夜になってしまったんですけど、8月19日、まあ撮影した日なんですけどね、8月19日に、まあ小田原、まあ今日なんですけど、小田原に行ってきました。まあ箱根にもまだ行ってないんですけど、箱根登山線、入湯田だっけな、そっちの方まで行ってきました。まあ小田原の方ですね、久々に小田原行きましたよ、何年ぶりか。通ってはまあ小田原駅があるんですけど、実際小田原でまあ降りたことっていうのないんで久々なんですけど、今回はですね、朝日ビルの見学、工場見学っていうのがあって、まあそこで、まあトミカじゃない、トミカはなかったんですけどね、これ朝日スーパードライウィングトラック海運行ってやつなんですけど、ダイキャストモデルみたいなやつが売ってたんで買いました。価格はちょっと高かったんですけど、2100円でした。売店があって、まあそこに行ってでしか買えないってやったんですけど、まあネットサイトでも買えるそうなんですけどね、まあ結構レアもんらしいんで、まあ次回開封したいと思います。今回は買ったものの紹介でした。